バルター・フォイン・リュトビッツ男爵は、ドイツの軍人。バイマル共和政初期の1920年3月に、発生したカップ一期の首謀者として知られる。プロイセン王国のシレジアに生まれる。1878年に、士官学校に入学し軍人への道に進む。第一次世界大戦中は、様々な旅団の司令官を務めるた後、第四軍。 ついで第5軍の参謀長に任命された。さらに、ビルヘルム皇太子軍集団参謀長に就任。1915年12月に第 X 軍団司令官に転じ。1916年8月にプルルメリット勲章を受章。同年11月に第3軍団司令官に転じた。1918年の終戦後、ドイツ革命により成立した。 人民委員会の臨時政府により、ベルリン防衛司令官に任命された。翌年1月に発生したスパルタクス団の反乱を、義勇軍を用いて鎮圧した。多くの軍人同様、ベルサイユ条約締結には反対であった。とりわけ、ドイツが兵力を10万人に制限されること、義勇軍の解散、戦争犯罪人とみなされた900人の、 連合国への引き渡しに猛烈に反発した。リュトビッツは、締結に反対しようとしたが、1920年3月11日に、グスタフの助国防省により、ベルリン地区司令官を更迭された。直後の3月12日深夜、前日までリュトビッツの指揮下にあり、解散が決まっていた、義勇軍のエアハルト海兵旅団がベルリンに突入し、艦長外を占拠した。 しかしこのカップ一機は保守派、エリート層や民衆の支持を得られなかったため数日で失敗に終わり、カップ政権で国防省に任命されていたリュトビッツは17日に逃亡した。リュトビッツはハンガリーに亡命し、御社後の1925年にドイツへ帰国した。その後はブレスラウで陰性し、1942年に同地で死去した。 バイマル共和制時代に陸軍兵務局長を務めたクルトフォン・ハンマーシュタインエクボルト将軍は娘婿に当たる。ありがとうございます。